明日1月3日木曜日に初対面トークショー。内村カレンの相席どうですか？フジテレビ、関西テレビ系が放送され、バカリズム、一個、水川あさみの3人がメインゲストとして出演する。この内村カレンは内村光良が MC、滝沢カレンがリーダー、平成のぶしこぶし吉村がアシスタントをそれぞれ務めるトーク番組の第2弾。メインゲストたちが会いたい人やちょっと気になる人と対面していく。どうしても学びたいことがあるというバカリズムには、なぜ女性は結婚して子供が生まれると変わってしまうのか、いつか自分も結婚するかもしれない時、もし女性が変わってしまったらどう対応すればいいのか、といった疑問が。そこでゲストのシェリーと熊田曜子が夫にキレた実際の事件をもとにクイズを出題し、その時の対応策をバカリズムが当てる。果たしてバカリズムは2人の納得する答えを出せるのか。また水川あさみが出演するコーナーでは、水川が今ドハマりしているというモノマネ芸人丸山彩が登場。モノマネを続々と披露するほか、テレビ初公開の新ネタやネットで話題の動画ネタなどで水川を興奮させる。内村光良、滝沢カレン、平成のぶしこぶし吉村コメント。収録の感想は、内村、今回はカレンちゃんがずっと楽しそうに笑っていて絶好調でしたね。滝沢、今回2回目の収録が決まった時から今日が来るのが楽しみで終わってしまって、この笑顔がどうなってしまうかわからないくらいです。かっこ笑い。それくらい前回の収録が楽しすぎたので、私にとって本当に大事な番組です。吉村、今回も楽しかったですね。ひょっとしたら僕のポジションって2回目は呼ばれないかもしれないと思っていたんですが、今日初めて公式に内村カレンの村は俺の村だと言えたので、よっぽどのことがない限りは抜けないなって確信しました。強引ですが、かっこ笑い。印象に残ったところは、内村、まずシェリーと熊田曜子は主婦になって喋りが達者になったなと、かっこ笑い。喋りに淀みがなく隙間もなく、一切何の質問もせずに済んだので、なんであんなに途切れないんだろうって不思議に見ていました。主婦パワーってすごいですね。あとは前回の収録でも、僕が小さい頃から見ていた憧れの女優岸辺百合子さんにお会いでき、そして今回も戸明幸雄さんにお会いできたというのは、なんだか僕も相席しているようで得した気分になりました。滝沢、全て印象的でしたが、私も大好きな一子さんは何も嫌がらないで全部を笑ってやっていただけるから、例えば吉村さんのツッコミにも全然怯えてなかったし、面白くてすごいなって思いました。吉村、今回はとてもバランスが良かったですよね。2019年、これから来るであろう芸人が登場したり、新ネタも見られたり、あとは内村さんのおかげでとんでもない日本のスポーツ界を支えている人が出てくださったりとか、前回とはまた違う情報量になっているので、ますます面白くなっていると思います。視聴者の方へメッセージを。内村、ゲストの皆さんの会いたい人に会えた時の本当に嬉しそうな表情や、本当にこの人と喋りたかったんだろうなっていう本気度が間近で見られてよかったです。滝沢、内村さんと吉村さんは前回の収録以来別の番組であっても、この番組しか思い出せないんですよ。それくらいこの番組のことしか考えられなくて、私にとってのこの番組の収録の1日と皆さんの1日とでは
全然違うし、本当に特別なんです。また3人でできて幸せだったので、絶対見てください。これが私の2019年の願いです。吉村、1回目を通してできた3人の絆と言いますか、2人から僕に来る目線や合図、これは1回目ではなかったので、そういうところも見どころの一つかなと思います。